はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は先日僕が500ラピスを獲得した勲章の取得方法をご紹介していきたいと思います。それがこちら、維新。多くの技を生み出した証、アビリティの作成回数に応じて贈られる勲章となっております。僕が始めた最初は100ちょいぐらいだったんですが、短時間で900回を達成することができ、見事500ラピスを獲得できました。そちらのやり方ご紹介していこうと思います。これはですね、多くの方にアドバイスをいただき、知識の共有をさせていただければなと思います。今回対象になってくるのがこちら、クラフトのアビリティとなっております。やったもの、ファイヤー、ブリザード、サンダーのような星1のランクの低い黒魔法の作成となっております。必要素材がかなり簡単と、燃焼石、こちらはですねショップで購入が可能となっております。まあ、通常のワールドマップの探索街のショップから買うことができます。1回の魂は集める必要があります。そして結晶、まあ、サンダーだったら雷、ブリザードだったら、持ってないのか、ファイヤーだったら、例えばですけど、こう火の結晶、まあ、これは、通常ギフトに設定できるものになっておりますので、かなりおすすめ度が高いです。そして白魔法、ライブラという意見を数多くいただきました。こちらもですね、必要数がそれぞれ結晶が1、1、生命の玉が1、燃焼石が1と求められる要求数が低いというのもおすすめの理由の一つ。続いて僕が最も作ったのはブラナとなっております。まあ、こちらは闇の結晶を3つ使いますが、生命の玉を1個、燃焼石を1個と要求数も少ないので、まあ、このね作成数を見ていただければ、まあ、どれくらい何を作ったかっていうのが一目瞭然かなと思います。緑魔法はおすすめがそんなにありませんでした。続いて特殊のもので言うと、こちらはですね、魔法剣と呼ばれるものがおすすめとなっております。ちょっと出てきてないですが、まあ、必要さ所持数が多いものを見ていくと、例えばですけどこちらファイヤー剣なんかが、まあ、僕が作ったものだと多いかなと。火の結晶1個、異界の魂を1個で、折れた剣を1個必要とするので、これだけちょっと集める必要があるけど、まあ、この燃焼石を買うことができますと。この魔法剣、ファイヤーだったりブリザド剣とか、まあ、このファイア剣、このやっぱ星1のものに関しては要求される数が少ないので、まあ非常におすすめとなっております。ウォーター剣とかこの辺かなと思います。まあ、僕が作ったものでいうとウォーター剣、そしてファイヤー剣がまあ一番多いのかなと思います。この魔法剣、そしてライブラ、ブラナ、そして黒魔法の低級魔法を作ることで900回のクラフトを完了させたという形になっております。なかなかねアビリティは意識的に作成を行わないと数が足りないかと思いますので、この機会にぜひやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。